はようございます。9月6日火曜日の朝です。起きた時は降っていなかったんですが、今小雨がぱらついています。今日もゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、床と体の接地面に気持ちを向けてください。呼吸をすることによって体と床との接地面には何か動きがあるでしょうか。骨盤を少し動かしてください。骨盤を動かすことによって体にはどんな影響がありますか。骨盤の動きをやめて頭を左右に傾けてください。楽な範囲でお願いします。頭の動きをやめて両膝を立ててください。膝と膝の間は少し開けておいて、全身楽にこの体勢をとってください。ゆっくり優しく左の膝を外側の床に傾けたり戻ったり、ゆっくり優しくやってください。パタンと倒すのではなくて、ゆっくりゆっくり、まあ最初は小さく動いてみてください。膝を傾けることによって他のところはどのくらい動いているでしょう。そういうふうに体の他のところに気持ちを向けるためにもゆっくり動いてください。足の裏の内側はいつ床から離れるでしょう。右のお尻はいつ床から離れますか。おへその向きはいつ変わり始めるでしょうか。上半身どのくらい上までこの膝を傾ける動きが影響していますか。左に傾けるだけを何度か繰り返してください。柔らかく柔らかく、そっとそっと動いてください。呼吸は止まっていませんか。そして徐々に徐々にこの左膝が床に近づいて床にタッチするまで傾けてください。その時に右足は一緒に倒れていかず、天井を向いたままやってください。そうするとこの左膝が開いていくときに、この内側の筋肉、内転筋をぐーっと伸ばそうとしたり、力を使って膝を床に近づけようとしていませんか。この内転筋をぐーっとストレッチ、この股関節を広げるんだと言ってここの筋肉を広げるのではなくて、楽に楽に膝が床についていくためには
体の他の部分、どのくらい動いてあげればいいでしょう。上半身、首、頭、どこかの筋肉をすごく使っている感じや力を、一箇所の力でこの動きをやろうとしないで、全身の力を分散させてやってみてください。そうすると全身が動き始めて、骨盤や背骨、肩甲骨あたりにはどんな動きがあるでしょうか。では動きをやめて両手両足を伸ばしてください。右側と左側を比べてください。足の長さ、右と左と比べてください。手の長さはどうでしょう。床に設置している面積、右側と左側と比べてどちらが広いですか。ではもう一度両膝を立ててください。今度は右膝を外側に傾けたり戻ったりしてください。この時に左膝は傾いていかないで、天井を見たまま右膝が傾いていくときに、足の裏や骨盤、背骨にはどんな影響があるでしょう。徐々に徐々にこの動きを大きくしていってください。ゆっくり優しく右膝が右の床にタッチするまで体を動かしてください。内転筋が引っ張られていませんか。腰にぐっと負担が来ていないでしょうか。どこかに痛みや力み、頑張る気持ちが生まれたら戻って動き直してください。体全身、全身に気持ちを向けてください。どこかが頑張っていることのないように、全身で動きを分散させてください。呼吸は乱れていませんか。楽に楽に呼吸ができるような動きを探してください。背中はどう動いているでしょう。どこが床から離れていって戻ってくるときはどう背中が床に戻るでしょうか。最後に床に戻るのはどこの動きですか。頭はどう動いているでしょう。
同じように右に傾いていっていますか？頭を左に転がしてみたらどうでしょう。これも体の他の動き、うまく動きを左、頭が左という動きに合わせてみると楽にこの動きができるかもしれません。そうすると全身の動きがまた違ったものになるのが面白いですね。この動きを頭を右に転がしたり戻ってきたら頭を左に転がしながら右膝が右に傾いていったり交互にやってみてください。どちらも楽に体全部動きを分散させながらやると楽に動けることが分かりますね。では動きをやめて両手両足を伸ばしてください。床の上の体を観察してください。骨盤を左右に傾けてください。最初より骨盤動きやすくなっていますか？この骨盤の動きで体のどのあたりまで動きが影響しているでしょうか？骨盤の動きをやめて頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。はい、今日も骨盤の動きを自由にすると体全体が力が抜けてくるという感じになれば嬉しいのですが、では天気はどうなんでしょう。これから回復に向かうような感じがしますが、気をつけていってらっしゃい。